瞬間をショップチャンネル。ティータイムのお時間、皆様いかがお過ごしでしょうか。お茶以降のお時間、今日の担当は近藤です。よろしくお願いいたします。この時間は商品の販売はいたしません。お客様ともっと親密になりたいという気持ちのもとに、我々キャストがお答えしていく番組です。今週は人生の知恵を教えてくださいというテーマ、こちらがテーマです。テーマも随時募集しておりますので、ぜひ投稿してください。採用された方にはご覧のゴールドステッカーお送りします。そして番組で投稿をご紹介させていただいた方には、番組特製お茶以降ステッカープレゼントいたします。カラーはランダムでお届けします。シルバーはレアカラーとなっております。さらに今週のお茶以降で採用させていただいたお客様には、こちらショップチャンネルアワード受賞記念で、従来のステッカーにプラスして、こちらのちょっとかっこいいバージョンのブラックエディションキャストのサインを加えてお届けをさせていただきます。このサイン、いろんな方のものがありまして、私、そしてどんな字書くのかななんていう、そんなのにも分かっていただけますので、ぜひお客様レア、ぜひこんな風に使っていただければと思います。こちらは投稿フォームにはフリー欄も設けておりますので、テーマに縛られずいろんなこと書いて送っていただければと思います。画面の QR コードからどしどしお寄せください。その際、お名前、住所、電話番号は正確に記入してください。今週の投稿に行かせていただく前に、昨日の番組私も拝見しておりました。未来様からいただいたお悩みのコメントに、お魚大好き様、ペールピンク様、クリタン様が合わせてアドバイスをくださって、未来様からとっても気持ちが楽になりましたという嬉しいレスポンスがありました。ご覧いただけていますでしょうか。素敵ですね、この双方向な感じがして、ありがとうございました。届いておりますでしょうか。では今回の投稿も行ってまいりたいと思います。人生の知恵を教えてください。お一人目、あ、このテーマじゃなくてコメントをいただきました。ありがとうございます。私に鈴のように弾む声が大好きです。商品書説明の時も聞いているとなんだか耳に心地よくリラックスできます。何か特別に喉にいいことやっておられますか。ぜひ教えてくださいと嬉しいお声。商売道具なのですごくケアをしているんですが、あんまり強くなくって、扁桃腺を取るという大掛かりなことを私は数年前にやって、その後もすごく喉をいたわっていろんなものを試したり、蜂蜜を舐めてみたり、鼻のど目を舐めてみたりみたいなことを常にすごく自分の機嫌を取る以上に喉のコンディションを対話するような感じで、あまり強くないのでケアを頑張るみたいなことをしております。お答えになったでしょうか。コメントありがとうございます。そしてこの人生の知恵の投稿テーマに、お茶以降ファンクラブ1号様が、小さい頃からお米を研ぐことがお手伝いで、その時からやっていたのですが、研ぎ汁を洗い桶に溜めておいて、食べ終わった食器や油の多い調理器具を浸して洗うことで、洗剤が少なくても油打ちがいいですし、汚れが少なく食器ならつるっとピカピカになりますと嬉しい。本当にこれは人生の知恵というか、すごくね、生活に役立つ。ありがとうございます。でこれ実際にこういう効果があるそうで、汚れが落ちやすくなる成分がお米の研ぎ汁にはあるそうで、スタッフが調べてくれました。ぜひ参考に、手もきれいになるとか言いますし、米ぬかの入ったやつで顔をなでなですると美人になるよとか、私も子供の頃聞いたことがあるんですが、洗い物に使うっていうのは初めて聞きました。ありがとうございます。の後、白熊様、トイレットペーパーの芯に電源コードを重ねて収納、芯にメモが書けるので種類も分かりやすい、好きなシールを貼ってデコもよし、コードの長さに合わせてカットもできます。芯のリユースなので無駄がない、地球に優しいと、お写真もセットで、こんな感じ。お茶以降のステッカーもありますね。ありがとうございます。こんな風に使っていただけて我々も嬉しい。ぜひお客様も真似して使っていただくの、本当に生活の知恵、ありがとうございます。用途もかけて一石二鳥、ゴミも出ない一石三鳥。白熊様、白熊くん様、ありがとうございました。でお次の
クロワッサン様。人生の知恵、揚げ物などをトースターで温め直すときにアルミホイルを一旦くしゃくしゃにまとめて丸めてアルミホイルのシワが残るように広げ温め直しをするとサクッと感がよみがえりますよと。こちらも本当に役に立つで、これは溝に余分な油がたまるからというスタッフが調べてくれましただそうです。なのでじゃあ何回も使えるんですかね、そのアルミホイルは。汚れ、ね、だけ気になるわけ、ね、衛生的にこれからの気温はもう上がるのでやめてください。ありがとうございました。クロワッサン様、くしゃくしゃに丸めてやってみます。ありがとうございます。そしてラムレーズン様、ジュースやお茶を氷冷皿で凍らせておくとジュースやお茶を飲むとき薄まりません。そうめんのつゆを薄めずに凍らせておいてそうめんのつゆに入れると薄まらずに最後まで美味しく食べられますと。これすっごくいいですね。私も味が薄まるのあんまり好きじゃないので、ただこの喉が渇いて飲み物が飲みたい、今おそうめんを食べたいっていう時に備えてこうゆっくりした気持ちでこれを氷冷皿に出して凍らせるっていうひと手間が取れてるっていうラムレーズン様の丁寧な暮らしが伺えて見習いたいなと思いました。すごくいいアイデア、ありがとうございます。そしてケンケン様、手についた油汚れを落とす方法です。手を洗うときに大さじ1杯程度の砂糖を手にすり込んでいくだけ。これで水で洗い流した後に少ない量のハンドソープでもきれいに油を落とすことができますと。でもよく油がついちゃったで砂糖思いつかなかったですね。お砂糖が油を吸うそうで、少ない量のハンドソープでやっぱりね何回も手洗うと手の油もなんか大変だったりするのでこう、ね、食品でこんな風にでき手もきれいに保つことができる。ケンケン様ありがとうございました。そんなコメントをたくさんいただきまして今週もありがとうございます。続きまして幸せピクチャーのご紹介です。このコーナーは皆様の幸せな時間を収めたお写真をシェアしていただくコーナーです。早速参りましょう。しげぼう様からの幸せのおすすわけ、こちら素敵母の日に送ったひまわりですとコメントいただきました。カーネーションじゃなくひまわりを差し上げたんですね。夏先取りという感じでありがとうございます。私も母にカーネーションの鉢植え、ちょっと珍しいカーネーションの鉢植えを送ったんですが、実家に届いた頃全部つぼみで葉っぱだけの写真が送られてきました。なんか申し訳なかったです。待てば咲きます。今頃満開なの報告はないですけど満開かと思います。続きまして幸せピクチャー、あら100日待って届きました。ケイティ様、キティちゃん、これご紹介のあった玉見渡辺 by ハローキティのこれパイソンの巾着トートバッグ、ダイヤモンドパイソンの 2way ショルダーバッグだそうで、どこで撮っていただいたんでしょうね。ね、車内で探してもこういう場所は見当たらなかったそうで、ケイティ様この撮影場所もすごく気になるので後日教えていただけたら、こんな木漏れ日と石垣と背景にショップチャンネル、ねえ不思議どこなんで、また映えるスポットで、ありがとうございます。かわいいケティちゃん、夏のお出かけにいっぱい使ってください。ケティ様ありがとうございます。もう一枚、なんとみこちゃん様、5月に真っ赤緑と赤のハーモニーということで、これ意味が分からなかったんですけどもう紅葉してるっていうことなのか、常に赤い5月でも赤い木でバッグに新緑、珍しいコントラスト、ね、異常気象が生んだ奇跡なのか、ちょっと理由を知りたいですよね。ぜひ嬉しいお声たくさんありがとうございました。あ、終わってしまう。素敵な午後をお過ごしください。皆様ハバナイスティー。今日から1週間はネットもテレビも見逃せないこだわりの一品特集を開催中。今すぐネットをチェック。期間中特別